近づいてる、なんか、厳しい状況でもみんなに会えて嬉しいです。間違えちゃった、自分。いや、嬉しい気持ちが先行しちゃった。挨拶だ。はい、じゃあ今日はアイドルキャンパスに来てくれた皆さん、こんにちは。ギリギリ？じゃあギリギリ、こんにちは。ありがとうございます。よいしょ。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。作ることが全体的に好きなお姉さんで、夢は世界調教です。よろしくお願いします。もうアイドルキャンパスさんの前は何度も出させてもらってるのですが、もうだいぶ見られたよって。初めての方はどれぐらいいたりするんですか？あ、本当ありがとうございます。詳しくは調べて調べてください。でも何度も慣れてる方も初めての方も今日楽しんでもらえ、頑張りたいと思います。で、いつもなら持ち時間15分に対して5曲ねじ込むんですけど、ちょっと今日はおしゃべり多めと1曲1曲真剣、いや、いつも真剣なんだけど、もうちょっと丁寧にやっていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。あとアイドルキャンパスさん恒例のちょっと学生風の感じ、似合ってますか？上に着てるのはなんかリサイクルショップで買った、多分どこかの本物の小学生が着てた服に、下半身はなんか新品です。似合ってる、いけそう、再生数ぜひ拡散希望です。よろしくお願いします。ではそんな感じでパオパオしたいと思います、その身なりで。では次歌う曲は、お姉さん前の夢がアニソンシンガーになることだったのですが、慣れなさすぎてみんなに応援してもらって、なんとテレビアニメを作ってしまいました。そのアニメは限界アニメ松山葵物語というのですが、お姉さん動物園という曲を歌いたいと思います。主題歌、この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。お姉さんと一緒にパオパオしよう。最後うまくできたら褒めてあげるから、褒められたら胸に手を当てて心の中でありがとうございますって言ってね。で、後にね、動画になった時は動画で見てるみんなありがとうございますってコメントしてね。それでは聞いてください、お姉さん動物園。10月10日に松山
ライブが、川越南文化会館というところで行います、誕生日当日かけるテレビアニメ第3期かけるテレタマ残響祭です。イエイ。会場のホールライブ、なかなか単独公演やるって難しいのですが、ライブ行ったことない方でも、逆に慣れてる方でも椅子ね、半分以下に絞って開催します。150人限定になりますが、今日いいなって思ってくれた方がいたら、ぜひチケット持ってきていいのでゲットしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でもなんとなくセットリスト考えたんですけど、単独公演はなんかね、あんま歌わないどういうことだ。なんか運動したりネタやったりフルーチェ作ったりしてきたけど、なんかね、ネタコーナーの歌を分けようかなと思ってて、前半戦が松山への気まぐれコーナーで、後半戦が、たっぷり歌コーナーとなってます。ぜひ途中からでも途中まででも来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。あれさっきも言っときます。しょうがない。あとチケットが、テレビチケット、E プラス販売もあるんですけど、どちらも3000円で、E プラスチケット全然売れてないから、ちょっと、これ、見えるようにして、撮って。そう、待ち合わせで調べたんで、撮れた。よろしく、ぜひみんなも来てほしいな。これ、ちょっと拡散希望ね。OK、ありがとうございます。じゃあ、いろいろな予定ありますが、ぜひタイミング合うとき、このライブ以外にもいっぱい歌ってますので会えたら嬉しいです。じゃあ今日最後の曲は、お姉さん中毒になったみんなに、捧げる曲です。聴いてください。青い中毒、絶対限界宣言。Yeah.